こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは豚バラの焼肉ですね。豚バラ焼肉ですね。目の前にあるのは4枚ですけど、500g ぐらいは食べる予定です。で、鶏ハツ塩焼きですね。肉汁もたっぷり出てます。これで2キロ分の最後 500g ぐらいですね。で、ご飯も食べません。もう肉肉肉ですね。はい、肝心の体重です。何キロでしょうか。昨日が 56.1 かな。 500g 増えて 56.1。 ああ一緒ですね。便秘なんですけど、まあ肉しか食べてないからしゃあないですね。 56.1、 体重 56.1、 体脂肪率 12.2、 基礎代謝 1326、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.7、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.1、 増減なしです。だから便秘はしてない、あ、便秘か、便が出てないので、当然といえば当然ですね。基礎代謝1326、内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.7、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。もう一度、サムネイルに使う豚バラの焼肉です。目の前にあるのは4枚ですけど、 500g ぐらい焼きます。鶏ハツ塩焼きです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。